アポロ公式ポッドキャスト、パワーポッドキャストの作り方は、コンテンツで世界を元気に、ブルーポイントインフォーマーケティングの提供でお送りします。はい、エコンチョポロです。今日はですね、なぜ僕のポッドキャストは10分なのかという話をしていきます。まあ、僕はメインチャンネル、サブチャンネルともにで,ですね、エピソード大体平均がまあ10分なんですね。たまにまあ、スペシャルコンテンツみたいな、 ものに関しては長いやつがあるんですけど、基本的にまあ10分なんですね。まあ9分後半から10分後半ぐらい。まあ11分前後ぐらいまでがだいたい平均なんですけど、まあこれはちゃんとね、自分的にこう考えがあってこういうふうにしてるわけですけども、まあただですね、このポッドキャストの適切な長さっていうのは、まあ状況とか人によっても変わるので、絶対この長さがいいですよってもまあないんですけど、まあ僕なりの考えとかをね、いろいろ話していきたいと思います。 ちなみに僕が普段聞いてるような海外のポッドキャストはですね、だいたい平均して40分から1時間ぐらいの間が多いですね。で、長いものだと1時間を超えるものもあるし、まあ僕は聞いてないんですけど、上楼岩症とかは3時間とかね、すごい長いやつが多いですし、まあ短くてもやっぱり20分とかですね、のエピソードがだいたい平均なんですよ、海外の場合っていうのは。本当に短いやつとかだと3分とかね、 ニール・パテルが配信してるやつとかは3分とかなんですけど、まあ彼ぐらい知名度があればね、まあそれぐらい短くてもいいのかなと思うんですけど、なんでこれ10分の方がいいのかってことですけど、まず一つはですね、やっぱりこうボリュームが少なすぎるとあんまり価値を感じてもらえないってあるわけですよ。例えば3分とかだと、え、もう終わりみたいな感じになってしまうんで、なかなかね価値を感じてもらいづらい。やっぱり10分ぐらい話があった方がですね、まあその辺の価値を感じてもらいやすいかなということで、まあ10分。 5分でもちょっと短いかなと思ってるんですけど、やっぱ価値提供、信頼構築をしたいんであれば、できる限りこうボリュームは大きい方がいいかなということで、まあ、この10分という長さしてるわけですねで。この長さっていうものに関してはですね、やっぱりあんまりこう逆に長すぎると話が冗長になってしまって、すごくこうダラダラとした話になってしまうわけですで。ダラダラとした話をしてしまうと、そこで離脱が起こるわけですね。 なんかこれ話が全然先に進まないなとかね、無駄話が多いなみたいな感じになってしまうと、やっぱりね、話が続かないっていう風になってしまうんで、なので、そこで離脱が起こりづらいようにするためにですね、まあ10分ぐらい。10分だったらまあそんなストレスなくですね、話を聞いてもらえるかなということで一応10分にしてるわけですね。で僕は基本的にこうアドリブで全部収録していて、ね、思いつきでパッと話してるので、 まあ10分のエピソードとはいえですね、5分ぐらい喋ったらもう喋ることが全部なくなってしまったみたいなことはまあ結構頻繁に起こるわけですね。でも一応10分喋りきるっていうふうにしてるのはですね、それをすることによってまあこうトーク力というかアドリブ力が磨かれるってのがあるわけですね。例えば自分の喋りたいことが5分で終わってしまってそこで終了してしまうと、もうそれ以上ですね、なんかこう考える力とかアドリブで喋る力みたいなのは磨かれないわけですね。 でも5分で終わってしまうけども、それを10分なんとか引き伸ばすっていうことによって、まあアドリブで喋る力みたいなね、ものが磨かれるわけです。だから僕はユーデミーの講座なんかを作るときに、ね、一発撮りで喋れてすごいですね、とかってよく言われるんですけど、それは普段からそういう、まあ訓練じゃないですけど、そういう経験を積んでるので、こう何も考えなくても言葉が次から次に出てくるみたいな感じなので、あんまりその辺困らずにですね、一発撮りで収録できる。YouTube に関しても一発撮りで収録してるので、まあそういうのもやっぱ日々こういうね、 訓練じゃないですけど、してるから。5分で話し終わったものをあと5分繋ぐって結構大変だと思うんですよ。でもそうすることによってもう頭をフル回転させながら、喋りながら次何喋ろうかなっていうのを同時に考えるんで、そうすることによってすごく脳が鍛えられて、ね、いざ何かあった時にこうアドリブで喋れるようになる。アドリブで喋れるようになると、例えばセミナーとかね、やってる時とかにも途中でね、こう話がこう無言の時ができてしまうとか、そういったこともないですし、すぐに言葉が出てくるようになるし。 あとはこう喋りながらネタが降ってくることもあるわけですね。5分でネタ切れして、ね、えー、もうしゃべることないってなったときに必死に考えると、自分でも思いもよらなかったことが喋りながらね、ひらめいたりとかっていうことも結構あるんで、まあ、そういった点においてもね、降ってくるというか、降りてくるというか、まあ、そういうこともあるわけですね。で逆にこれ、話が長すぎてしまうと何が起こるかっていうとですね、その話の核心みたいなものがぶれてしまうんですね。 一つのエピソードにつき、そのテーマって一個なわけじゃないですか、基本的には。だけど、一個のテーマを、例えば40分とか1時間とかね、喋り続けると、どうしてもそれとは関係のない話とかが出てきてしまうわけですね。だから結局、このエピソードって何が言いたかったのみたいなことがよくわからないわけですよ。 僕もあのいろんな人のこうエピソードとか聞くんですけど、まあこういう場だからね、ちょっとまああえて言いますけど、あの、ダン・ケネディのポッドキャストとかも聞いてたんですね。で、まあ基本的に彼のエピソードっていうのは、まあそのセミナーをね、収録したものとかなんですけど、まあ話があっちこっち飛んで結局何が言いたいのかよくわからないんですよね。今までかつてあそこまでわかりにくいのは初めてだっていうぐらい、もう全然話が入ってこないんですよ。 ぐらい話が脱線しまくって、結局何が言いたかったのかよくわかんないみたいな。1時間ぐらい聞いてもほとんど何か何も残ってないみたいなね。話がこうバラバラになりすぎてるわけですね。だから相手にやっぱりこう何かを伝えるっていうのはですね、テーマを一つ決めてそれだけについて喋るとすごくわかりやすいんですけど、やっぱり時間が長くなればなるほどですね、余分な話とか話が脱線してしまったりとかしてね、それが結局よくわからないわけですよ。 だ本とかもそうじゃないですか。一つのテーマについてずっと書かれていたら、それについて理解できるわけですけど、打足とかね、余分な話とか、っていうのが増えてくると、結局この本って何が言いたかったんだろうっていうのが、ね、よくわからないってことが起こるわけですね。なので、あんまり長くしすぎるとね、それはそれで結局話がブレて、相手がね、こう、このエピソード何言いたかったのっていうふうに理解してもらえないとかってことが起こるわけです。10分ぐらいだったらその一つのテーマについてずっと喋るってことはね、 できるかと思もんでじゃあ30分1時間のエピソードがあるのってね思う人もいるかもしれないんですけどそれは配信形式が違うからなんですね。そういう僕が聞いてるようなポッドキャストっていうのはもちろん一人喋りしてるものもありますけど基本的にはインタビュー形式とか対談形式で複数の人間がまあインタビューとかねこう質問して 回答してみたいな感じになるから、やっぱりインタビュー形式にすると、どうしてもこうエピソードが長くなるわけですね。特に専門家に来てもらって、専門家に専門知識をね、話してもらおうと思うとなると、やっぱり5分、10分じゃね、全部伝えきれないから、やっぱり1時間とか、長いエピソードになってしまうわけですけど、1人しゃべりで1時間とかとね、どうしてもやっぱりそういう、まあ、上な話になってしまったりとかね、結局何が言いたかったのかよくわかんないみたいなことが起こるわけです。だから配信形式で、例えば、ホストが2人いて、こうね、 二人で配信してるような、こう、おしゃべりをするようなものっていうのはやっぱり長くなるのはね、必然かなと思いますし、インタビューとかってもやっぱり長くなりがちなんですけど、僕みたいなこう、ソロ配信をしている人っていうのは、やっぱり長すぎるとね、無駄な話が増えてしまう傾向にあるのかなと。自分自身がリスナーとして聞いている時も、やっぱそういう長いエピソードってね、結局これ何が言いたかったんだろうみたいなのが全然よくわからないっていうのが、まあ、あるわけですね。特にダン・ケネディのものに関してはもうほぼ、 90%結局何が言いたかったのかよくわかんないみたいな。まあ、決して彼を批判するつもりはないんですけど、まあ、そういうセミナーとかをね、ただ収録してるだけなんで、ポッドキャスト用に収録したものじゃないので、なので、まあ、そういうことが起こるのかなと思うんですけど、ってなると、やっぱりね、えー、せっかく聞いたのに何も残らなかったっていうふうになってしまうので、やっぱり長すぎるエピソードはそれはそれで問題なのかなっていうところがあるわけですね。あと、この長すぎるエピソードのデメリットとしては、やっぱり消費するのにすごくエネルギーがいるってことですね。 例えば、隙間時間が出たときに、できたときに、ポッドキャストを聞こうと思ったときに、そのエピソードの長さが1時間とかあと、わ、これ1時間も聞かないといけないのってなるわけですよ。 ってなるとは、ちょっとこれ長いから聞くのやめようとかってね、僕も頻繁にあるんですけど、隙間時間がそんな長くないとき、例えば10分、20分時間ができて、なんか聞こうと思っても、1時間だったら全部聞けないからこう聞くのやめようとかね、あるいは1時間も聞くの大変だからこう聞くのやめようってなるわけですけど、まあこういうバイトサイズというか、ちっちゃいサイズのコンテンツであれば、ちょっとした隙間時間に、まあ10分ぐらいだったらちょっとね、今聞いてみようかなとかってなるわけですね。このコンテンツを消費される、まあ確率というかね、 消費しやすいサイズになっているので、そういった点においてもね、まあ、気軽に聞いてもらえる。やっぱり1時間聞こうと思うと結構まあね、意気込んで聞かないといけないと思うんですよ。っていうところもあって、自分自身がこうリスナーの立場になった時に、もちろんその長いエピソードも聞きますけど、やっぱりそういうね、本当に時間がゆっくり取れて、しっかりと聞けるときに聞くっていうね、えー、ことが多いので、ってなるとやっぱりこう、消化しやすいサイズ、10分とかね。それはその話もやっぱり理解してもらいやすいし。 例えば1時間の話をずっっとと集中してて聞き続けるって大変だと思うんですよ。でも10分ぐらいだったら集中して聞いてもらえるんで自分の話がねより伝わりやすくなるのかなっていうところがあって、まあ、そ,のそういういろいろな意図があるわけですね、まあ、そういった意味もあって僕は10分にしてるわけですけど僕は10分にしてるからみんな10分にした方がいいっていうわけではないのでもちろん物によっては、ね、短い方がいいものもあるし ねえー、長い方がいいものもあるので、まあ、正解っていうのは自分で見つけていくのがいいわけですけどなんで僕のねエピソードが10分なのかっていうのは一応そういうような意図があって10分にしてるということですね。